皆さんこんにちは。これから災害対策本部を運営するための5つの視点ということで、東京大学の沼田がお話しさせていただきます。5つの視点ですが、1つ目、危機対応の特徴を考慮した災害対策本部の配置、2つ目、応援職員も活用するための災害対策業務の理解、3つ目、合理的な意思決定につなげる情報管理、4つ目、最適施設配置、経路を考慮した機能配置、5つ目、負荷が集中しないガバナンス、チームビルディングという5つです。で、これ、今から1つずつ説明していきます。まず1つ目の危機対応の特徴を考慮した災害対策本部の配置です。で、まず危機対応の特徴ですが、危機管理、危機対応の特徴、これは何か。もうこれは先読みや先取りっていうので、いかに状況を先回りして、いろんな対応を準備して、効果的な対応を取るのかっていうのが最大のポイントです。そして危機対応の特徴ですが、1つ目、曖昧な状況での意思決定を迫られます。2つ目、仕事量が増える、いろんな業務を同時にこなさなきゃいけない。3つ目、時間的余裕がない、待てないですね、すぐに決断して行動に移さなきゃいけない。4つ目、世間マスコミや住民からの評価が厳しい。5つ目、自治体職員も被災者であり身の危険にさらされています。で、4つ目の世間の評価が厳しいっていうのは、うまくやれば、それは当たり前ですけど、業務としてうまくいかなくと批判的な報道をされると。で、住民からも今 SNS でいろんな報道、情報が配信されるんで、批判的なことがさらされてしまうということです。で、5つ目はですね、対応する人も被災者であったりします。なので、その中でいろんな対応をしていくっていうことを考えなきゃいけないっていうので、職員自身の身の安全の確保っていうのが大事になってきます。この写真は熊本地震の時の益城町の災害対策本部の様子です。これ見るとですね、いろんな方が本部に駆けつけます。関西広域連合や益城町の職員、熊本県の職員、国土交通省の職員、他にも国からのいろんな組織の人が来ています。ここで誰がいつどんな業務をしているのか、どんな対応をしているのか、ここの管理っていうのが大事になります。で、その時にどうやって情報が流れているのか、どうやって情報が入ってきて集約されて、整理分析して最後配信されているのか、ここの情報の動線が大事になります。そして作業の動線ですね、いろいろホワイトボードが書かれていますが、どういうふうにですね、そのホワイトボードにこう書いていくのかっていう作業の動線がスムーズにいくように工夫するっていうのが大事になります。こちらは2017年の九州北部豪雨の時の朝倉市の災害対策本部の様子です。これ見るとですね、朝倉市の職員はですね、もう現場に行って避難所対応とかですね、住民の対応が大変なんで、もうそちらに行ってしまって、本部っていうのが人が回らなくて手薄になっているということがありました。で、ここもですね、自衛隊、国交省、警察、いろんな方がここにいて、いろんな意思決定をすると。なので、いつ誰が何やってるのかっていう業務の管理をするっていうのが大事になります。これがですね、災害対策本部の先ほどのレイアウトを変えた後です。で、ここにですね、どういうふうに配置されているかというと、市長が真ん中にいて、総務部長がいて、各部長が左側にいます。で、右側に自衛隊、警察、消防、国交省などの、外部の組織がいます。で、ポイントはですね、防災課なんですね。防災課ってどこに座りますかっていう時に、防災課が真ん中に座って、この会議自体を指揮するわけではないと。防災課の位置づけは何かです。防災課の位置づけ、危機管理課、防災課の役割はというので、災害対応の事務局だったり、災害対応、全体のプロジェクトとすると、このプロジェクトのマネージャーやリーダーという位置づけ。で、災害対策本部の裏方として運営をサポートするっていうような役割です。なので、災害が発生した時に危機管理、防災課がいろんな対応するっていうのはもちろんするんですが、実際に現場で何かやるっていうのをうまく支えるっていうのが防災課の役割だろうっていうので、このですね、朝倉市の時も防災課の役割を職員のみんなで共有して位置づけを明確にしました。なので、先ほどの朝倉市の写真だと市長の後ろに防災課がいます。そしてこの本部のレイアウトの作り方なんですが、これは佐野市にですね、徳島県の職員が入った時に私も行って写真撮らせてもらったものです。で、佐野市の方と話をすると、本部のレイアウト図はあります。
ただなんかうまくいってないんですよねっていう時に、じゃあ情報ってどう流れるんですか、作業ってどういうふうにされるんですかっていう時に、やはりこのレイアウトはあっていろんな配置はあるんですが、情報がどういうふうに流れるのかっていうのがやはりここにないので、うまく情報が処理できないというので、皆さんもレイアウト考える時に情報がどう流れるのか、作業はどういうふうにこう、されるのか、席に立って移動して何かやる、まあそれって無駄ではないかと、そうすると立たないでもうまくできるような配置にはできないかとかですね、そういうふうに情報と作業の動線をきちっと考えるっていうのがポイントになります。でこれは倉敷市の災害対策本部の様子です。まあここはですね、電話がかかってくるコールセンターという位置づけでありましたが、左の部屋と右の部屋で今分けています。左の部屋には電話がいっぱい鳴ってくるんですね。でその電話を受けると、でホワイトボードはですね、まあ情報がいろいろ書かれているんですが、ここのやはり更新がうまくされていない、そしていろんな情報がここに入りますが、情報の分類、優先順位をどういう基準で優先順位を決めるのかっていう、そこの判断基準が明確ではなかった。この電話を受ける左の部屋のコールセンターをですね、一般の防災課ではない職員がですね、交代で入ります。で一方でその右の部屋にですね、防災課の部屋があるんですが、ここにですね、わからないことがあれば職員は聞きに行くと、左の部屋から右に聞きに行く。ただここもですね、職員があんまり数は多くない。ただ問題はですね、対応の指示や対応の進捗管理をきちっとやるっていう、やはりそういった仕組みができていないので、うまく、じゃあ今現状何をやらなきゃいけない、次何が重要なのかっていうのが全庁的に共有できてなかったっていうのが大きなポイントです。やはり状況の報告、情報の収集分類をきちっとやる、そして情報の優先度、優先順位をつけて対応の指示、進捗をきちっとやるっていうのが大きなポイントになります。先ほどの電話を受けるっていう配置をですね、これも見直しましょうっていうふうに見直したんですね。でその時にですね、電話を受ける、電話を受けたらすぐに前に座っている各局からの担当者をですね、集めたところに電話を受けたものを伝達をして、ここで回答する。それでも分からなければ先ほどの右の部屋で防災課に確認して、あとは防災課に担当してもらうっていうので、うまく情報の流れをここに作りました。で第1次配備、第2次配備にどのタイミングで移行するのかっていうのも倉敷の場合は明確ではなかったので、皆さんもですね、第1次配備から第2次配備に変えるっていうのをどういう基準でやるのかっていうのをぜひ決めておいていただけるといいのかなというふうに思います。で情報の流れでいくとですね、北海道胆振東部の向川町の様子ですが、情報の動線を工夫してたんですね。今真ん中にですね、オレンジ色のビブスを着たお二方がいますと。災害対策本部の本部長と副本部長です。でこの二人はもう常にここにいます。でここにですね、情報が常に入るようにしていました。で職員も分からなければ本部長に報告に行く、相談に行く。そしてですね、ポイントはですね、実は右側にですね、男性のビブスも着てない、ヘルメットをかぶってない職員がいますが、彼はですね、彼の前にパソコンがあります。でそこで本部長が決めたこと、副本部長が決めたことをその場ですぐに SNS でアップするようにしてたんですね。なので彼がですね、 SNS でいろいろアップするっていうので、情報の配信を担当するっていうのでここにずっといました。なので情報を受けるだけじゃなくて、処理をした後に配信をするっていうところの動線もきちっと作っていたっていうのが、この向川町の特徴でした。で2つ目、応援職員も活用するための災害対応業務の理解。まず災害対応はいろんなことが同時に起こります。その時に何が発生するんだろう、どんな業務が必要なんだろうということを理解しておくことが大事です。で私たちは47種類のこういった大きな災害対応業務っていうのを定義しています。この中でですね、この業務をまず理解しておけばですね、応援職員を仮に受けるっていう時に、じゃあどこに配置しましょうかっていうことも分かるわけです。この図はですね、私たち調査したものですけども、過去の災害で応援した自治体、応援を受けた、受援した側の自治体に調査をしました。でその時に応援した自治体が実際にやったこと、応援を受けたもの、受援する自治体が欲しかったものっていうのをこう分けて書いています。黒の棒グラフが応援した自治体に、応援した自治体が実際に応援したもの、赤が応援が必要だったなっていうふうに思ったものですね。そうすると避難所運営や家屋の罹災証明書の発行、その前の被害認定調査、この3つがですね、どちらも重要な応援業務として必要なものとして挙げられています。その右側に行くと道路施設の受け入れっていうのも、ここも実は応援が必要だったそうです。
ただ応援が必要だったものに対してやはりうまくそこに配置できなかったっていうのは、やはり土木技術者っていうのはまあ全国的に不足しているので、なかなかそこに応援に人を出すっていうのは派遣する側も余裕がない中で、なかなかうまく必要な人材が確保できなかったっていうことを言っています。で、応援側と受援側の課題も整理しました。そうするとこれ縦軸にですね、指揮命令実行ロジスティック情報計画財務法律っていうので、まあ、ICS の5つの観点で書いています。で、応援側の課題としては、例えば実行のところでですね、応援職員間のスムーズな引き継ぎが難しかった、あとは建物調査の専門性が高い業務に関する業務の理解、その共有っていうのが、お互い応援側と受援側での理解のコミュニケーションのギャップ、その下にあるロジスティックですが、応援業務が不明でどの分野の職員を派遣すべきか戸惑った、で、応援職員を効率的に運用できなかった、まあ、この辺はですね、実際やっぱ業務が何が発生するのかっていうのを理解できないと、きちっとどの職員を派遣したらいいかわからない。で、一方でじゃあ受援側はどうかというと、例えば受援側のロジスティック、これ見ると応援職員待たせてしまうことがあったと、要は応援に来てくれたけど職員が待たせてしまったと。これはやはり業務を理解してどの業務に人が必要なのかっていう全体系が分かっていれば、応援職員が来た時にじゃああなたこれお願いしますっていうのがスムーズに配置ができたんですが、その業務の全体の理解がないと、なかなかスムーズに応援職員を配置して実際に動いてもらいましょうっていうことはできない。で、実際配置した時もどういうやり方なのかっていうのが、お互いに共通の理解がないと、ただ避難所に行ってくださいっていうだけではなくて、具体的にどうしたらいいんですか、どういうふうに連絡取ったらいいんですかっていうのが標準化されていないと、効率的な総合応援っていうのは難しいということです。なので、そこをですね、私たちは災害対応のきちっと業務をプロセス化して手順を作って標準化するということをやっているわけです。で、3つ目、合理的な意思決定につなげる情報管理。これはですね、まあ、情報はもういろんなものがあります。ハザード情報、被害情報、災害の対応の情報、まあ、復旧情報も含めてですね。っていう、これらの情報をいかにこう、集めて集約して一元化するか。で、ここでは人的被害、住家被害、公共建物、公共物、ブロック塀、危険物、農林水産、インフラ、交通、ライフライン、あと土砂、観光、商業、工業、火災、孤立っていうので、いくつか被害区分を挙げています。まあ、これはですね、いろいろ調査してですね、大体これぐらいの情報が共有できていれば、もう十分だろうということを挙げています。で、実際消防庁にですね、国に報告するときにも、大体このカテゴリーで報告するので、これらの情報をきちっと応援、受援のお互い様で共有をするっていうのが大事になります。で、意思決定の基本的な流れを整理すると、やはり情報収集して判断材料を集めます。そしてそれを踏まえた状況判断、思考の整理をする。そして最後意思決定をして指示をするっていう基本的なこの3つですね。集めて判断して、実際実行するということです。まあ、これをきちっとやれるような体制、組織、本部のレイヤーと人の配置っていうことをやることが求められます。で、この写真はですね、山形沖地震2016年去年ですが、これ鶴岡市に行った時の写真です。で、これ何を議論しているかというと、家屋の被害認定調査についての方針を決めてます。で、市長と総務部長と危機管理官で、どういう方針で建物調査を実施して、罹災証明書の発行をしようかっていう方針をここで議論しているわけです。その方針を決めるときにですね、ポイントは何か、最終的にどんな決断を下したのかが重要ではなくて、それってどういう根拠で何を判断基準として決断したのか、それ誰が決めたのかっていう決断のプロセス、どうやって決断を下したのかが大事です。その意思決定したそのプロセスに従って物事を決めました、そして決めたことをちゃんと運営するっていうことが大事になります。途中でですね、なんかもう職員が決められた方針ではなくて、もう勝手にいろいろ工夫してやるっていう、それはもちろんいい面もあるんですが、基本的な方針をきちっと守った上で現場でいろんな改善をしていくっていうことが大事になります。で、今の大きな方針と現場っていうこの2つを見たときに、戦略的意思決定とオペレーショナル意思決定って2つあります。で、戦略的意思決定っていうのは、建物調査はどういう方針でやろうかっていう戦略的な話ですね。で、オペレーショナルな意思決定、これは正しい現場運営ですが、じゃあ建物調査をやりましょうっていうときに、じゃあ現場としてどういうふうにオペレーションしていくといいかっていうので、現場のやり方を決めるっていうのが、これがオペレーションなのが意思決定です。避難所もそうです。避難所運営どうしよう、百何十箇所もある、例えばですよ、多くの避難所がある、何十箇所もある避難所をどういうふうに全体をマネジメントしようかっていう戦略的な意思決定
でその決まった方針の下で、じゃあ現場として個々の避難所はどういうふうにそれを実現していこうかっていうオペレーションの意思決定、この2つがあります。なのでここをちゃんとですね切り分けて、しっかりそれぞれが方針を決めて実行するっていうのが大事になってきます。意思決定のいろんな判断基準ですが、これは3つの軸があります。一つ目はこの縦軸にある合理性。合理性っていうのは理にかなっていて、まあ誰が考えてもまあ同じ結論だよねっていうことです。横軸が価値観。価値観っていうのはいろんな物事の考え方、捉え方で、これは価値観なので他の人も納得するなと、理解してもらえるもの、共有できるものもあれば、いやそうじゃなくて、いや俺はそう思わないっていう違う価値観もあるっていうので共有できないものもあると。ただポイントは、いろんな決断をする時の価値観は国家観とか国民、住民の目線、そしてこれまでの歴史とか文化とか伝統とか、その地域のですねこの特徴を踏まえた上で決めるっていうことが大事になります。そして3つ目の軸ですが、この奥にこう軸が出てますが、これ感情です。やはりこれ感情が関わってきます。いろんな物事や対象に対して、まあ、人間って何か抱く気持ちがあるわけですね。この気持ちがやはり最終的に大事になってくる場合もあります。なのでこの合理性、価値観、感情のこの3つの視点で何を優先するのかっていうのを決めて意思決定をすると。で最終的に決めたものをですね、もう恐れずに決断して実行するということが大事になります。で先ほどの戦略的意思決定とオペレーショナル意思決定でこの2つを見たときに、戦略的意思決定っていうのは、まあ、合理性ももちろん大事なんですが、やはり最終的にはいろんな長期的な戦略が求められるので、いろんな価値観というのが重要になってきます。一方でオペレーショナル意思決定、現場でのいろんな運営っていうのは、やはりその日その日短期間での行動になります。なのでそこにやはり合理性で効率的にやろうとかですね、でただそこに感情が入ってきて、やはり感情的に、いや俺はこうやりたくないとか、こうした方がいいとかっていうので感情が入ってくるっていうのがオペレーショナル意思決定の特徴ですね。というのはこの3つでいろいろ判断をするということになります。であと情報系でいくとですね、いろんな情報を今だと SNS を使って共有できます。でこれ熊本の西原村の LINE を使った職員間の情報共有の様子です。でこれはグループ一つ作って、職員全員がですねこの LINE のグループに入って共有をしたと。でこれ見るとですね、直後は避難所、物資、広報、マスメディアに関する投稿が多かったです。で避難所に関しては定期的な報告、物資に関してはこれが足りる足りない、で広報、マスメディアはマスコミから問い合わせがあったけど回答していいですかとか、本部にこれをお任せしますというのでマスコミへのいろんな対応、この3つが大きくありました。で LINE はですね、やはり事前に使い方のルールを決めておけばうまく使える可能性はあります。ただ何も決めないでですね、LINE 使えそうだからよしじゃあ使おうって言って発災した後にですね、何も考えずにやると逆に情報が混乱してうまくいかないっていうこともあります。で避難所に関してはですね、今回コロナウイルスに関していくと、いろんなところに人が分散して、密にならないように避難者がいる可能性があります。そうするといかに避難者の情報を本部で集めるのかっていうのがポイントになります。その時に、私たちもこういうのを作っていて、避難所情報共有システムCOCOAっていうのを作って、各避難所にですね誰が何人いるのかっていうので名簿であったり避難所のアセスメント情報を本部で見れるようにしようというので、こういう避難所情報共有システムっていうのを作っています。なのでこういった発想で各避難所の状況を名簿だけではなくて、ライフライン、電気が使える、ガスが使える、感染症の対策をするために必要な資機材がちゃんとあるのかっていうことを情報を集めるような考え方が大事になります。でその時にいつでもどこでもどこからでもやはり使えるような、そういった環境っていうのを作っておく必要があるというふうに思います。これは石巻でそのCOCOAを実証実験した時で、約200箇所、石巻だと避難所があったんですが、実証実験なんでもうダミーでですね、いろんな避難所に関していろんな情報をこうCOCOAに登録して本部で一元的に見るっていうことをやったんですね。で何箇所か実際に避難者が来てそこで登録をするっていうことをやりました。でこれやるとですね、本部ですぐに情報が集まって全体系がすぐに分かるので、やはりねこういうのを使えるようにしとくっていうのはすごく有効な情報共有手段だというふうに思います。情報面でいくとですね、報道されるかされないかっていうマスコミに対する関係っていうのも大事になります。やはり報道されないと知ってもらえない、ただ報道のされ方が変な報道されて批判的に出てしまう。先ほど危機対応の特徴5つ挙げましたが、その4つ目にありましたね、マスコミからの批判、
その時に批判的な報道をされないようにうまく良好な関係を築く、定期的にマスコミに情報を話す、情報をこう渡す。そうするとうまく報道されればですね、いろんな支援が集まる可能性があるわけです。でこれはですね、縦軸に義援金の金額、横軸に報道回数、これテレビ見たものです。テレビの報道回数、東日本の番組を見たものですが、そうするとですね、報道回数が横軸に回数が多ければ多いほど義援金の金額が集まりやすいっていうことがこれ分かりました。なのでこの辺の情報をですね、いかに集めて合理的な意思決定につなげるのかっていうのがポイントになります。で4つ目、最適施設配置、経路を考慮した機能配置です。でこれはですね、こうやって地図を広げた時に、どこに避難場所を置きましょう、どこに避難所を設置しましょう、そしてどこを物資の拠点にしましょう、そしてもし本当に多くの方が犠牲になった時に遺体の安置所をどこにしましょうか。で少し先になりますが、災害公営住宅で少し前のですね、仮設住宅、これらをどこに建設しましょうかっていうことですね。こういうのを地図を広げた時にどこに機能配置しようかっていうのが大事になります。まあ、瓦礫のね、仮置き場なんかも、これも大事になりますよね。でコロナウイルスでいくと、感染者が出た時にその方々をどこに配置しましょう、軽症者はどこにしましょう、重症者はどうしましょう、どこの医療機関と連携しましょう、でも医療機関いっぱいだから隔離するスペースをどこに作りましょうっていうふうに地図を広げた時に、どうやってどこに機能を配置するのかっていう、こういった考え方が大事になります。でその時にですね、道路との関係ですね、瓦礫を処理したい、そうすると道路にですね、トラックがいっぱいこう通るわけです。そうすると狭い道路でトラック通れませんっていうとなると、そこの廃棄物の仮置き場は有効な場所ではないので別を考えなきゃいけないとかですね、こう道路との動線もきちっと考えなきゃいけないということになります。でこの機能配置もですね、縦軸にいくつかの機能を上げてますが、横軸 に発災からの日数を取ってます。そうすると初期はですね、避難して避難所の運営で、避難所を今回拡大するとかですね、いろいろ分散化するっていうところが直後に発生します。そうすると物資の拠点はどこに置くんだろう、どうやって運ぶんだろうっていうのを同時に考えなきゃいけない。その時に道路使えるんだろうか使えないんだろうかっていうのも考えなきゃいけない。そして遺体の安置所どこに置くと利便性が高い、先ほど申し上げた廃棄物の仮置き場、瓦礫の仮置き場、これも最終処分との関係、あるいは住民が瓦礫をこう持ちやすい、持ってきやすいような場所はどこだろうっていう、こういろんなですね、ものが同時多発的に時系列に進みます。で下から2つ目の仮設住宅は20日以内に着工しなきゃいけないんですね、救助法で。そうすると20日以内にどこに建てようかっていうのを建設用地を決めなきゃいけない。なのでこれもまあ事前に候補地となるような場所を用意しておくっていうので、全てですね、これらの機能をどこにどうやって配置するのかっていう事前の機能配置っていう考え方が大事になります。でその遺体の安置はですね、例えばこれスマトラでこれだけの方がですね、多く亡くなっています。で東日本大震災もですね、こういったご遺体がですね、体育館に置かれました。でこれもですね、どういうふうにどこに置くのかっていうことをちゃんとイメージして配置をしないと、避難者とご遺体が一緒の空間になってしまうとかですね、身内の方がここに来づらいっていうとなると、なかなか身元の特定っていうのもすぐにできないので、その配置っていう考え方が大事になります。で先ほど申し上げた廃棄物ですが、これは千葉の鋸南町の2019年の台風の時の廃棄物の仮置き場です。でこれ見ると、ここはですね、廃校になった学校がそのグラウンドを使えてよかったんですね。でここにも住民がですね、車で持ち込んでくると。で持ち込んだ時に、本当にこれは鋸南町の方かどうかっていうのをいろいろこう確認するっていうので、受付を作って、あなたちゃんと鋸南町の方ですねっていうので、違法な投、廃棄物のこう持ち込みがないかっていうのをチェックした上で、ちゃんとここに捨ててもらってたと。でその時のこの廃棄物の中での運営のポイントは、これも完全に仕分けがちゃんとできているかどうかで、もうこれごちゃごちゃになってたら処理できないんで、ちゃんと仕分けをして仮置き場の中のゾーニングをきちっとやる。瓦、材木、ガラス系、電化製品、布団、畳っていう感じでこうやって工夫する必要があるわけですね。で左上の写真はこれ体育館の中です。体育館の中に濡れては困るもの、畳とか布団とかを入れてます。でちなみに布団はですね、羽毛布団とそうじゃないものも、ちゃんと分けるっていうのがポイントになります。で物資です。物資もこれ南伊豆の倉庫ですが、実際はなかなか普段倉庫のいろんな運営に人手が回らないっていう現状もあります。
そうするとこの状態で災害が起こるわけです。そうするともうパレットごともう一気に運びましょうってなります。そうするとパレットにですね、もう米、何キロ、水、何トンという感じでですね、多くの物資が一つのパレットになります。そうすると現場でこれを仕分けしなきゃいけない、そして在庫や情報の管理もやらなきゃいけないっていうので、きちっとこれはどこに何があるのかっていうデータを、情報を管理して在庫の確認をするっていうことがポイントになっていきます。で、物資はですね、もう毎回いろんな混乱ありますが、ポイントは成仏一致、情報と物がきちっと一致しているっていうのが大事になります。物は言ったけど、何が何個あるんですかっていう情報が来てなければ、やはりそれは現場で混乱することになります。仕分け作業が多ければそれだけ人手が必要になります。なので仕分けが極力発生しないようなことを事前に考えておく必要があるわけですね。で、これは左側が熊本の鹿島町の熊本地震の時のプッシュ型の様子ですが、トラックがこう来るわけです。で、これを職員がですね、一個一個段ボールを運んで庁舎の中に入れなきゃいけない。そうすると庁舎の中にとにかく入れるんで、もうこの時点でもう在庫が管理できてない、物が何があるのか管理できない、しかも人手が必要なんで、もうこれで疲弊するわけですね。で、一方で例えばイタリアみたいにコンテナを使うと、もうコンテナで事前に仕分けをしてパッケージしてあれば、災害時に人が多く段ボールを運ぶ、物を運ぶっていう行為が必要になるので、すごく効率的になります。情報もですね、コンテナ単位でおそらくこれ管理できてるんだというふうに思います。はい、それでは、最後5つ目です。5つ目は負荷が集中しないガバナンスチームビルディングです。で、この最大のポイントはこの業務の分担表を作れるかどうかです。で、これができればですね、どの業務に誰が担当してるっていうのが全庁的に分かります。そうすると必要な応援職員はどの業務なのかっていうのも分かりますし、ちゃんと必要な人に必要な休息を与えることができるわけです。で、ある災害で、ある自治体ではですね、避難所の運営で物資で弁当をですね、3食避難者に配ります。その時にその弁当の手配、誰がやってたかというと保健師さんがやってたわけです。なんで保健師さんかというと、保健師さんは普段から避難所に行ってアセスメントします。避難者が何人いるのか、どういう状態か、保健師さんよく分かってるわけです。そうするとじゃあ弁当も何人分必要だよねっていうのを保健師さんよく分かってますよねっていうので保健師さんが手配した。ただ問題は、弁当を手配するためには急にですね、明日100人分1000人分用意してくださいっていうのを災害時どっかにオーダーするっていうのは難しいですね。そうすると1週間前に1週間後の弁当を用意して発注をして準備していかなきゃいけない。そうすると当日弁当が来た時に数が足りないとかっていうので、結構このオペレーション大変です。で、それを保健師さんがやってたわけですね。なので保健師さんとしての役割を持って現場に行って保健業務をするわけではなくて、弁当のとにかく手配を役所の庁舎の中でオフィスでやっていたということがありました。なので、こういう業務分担表を素早く作って適切な人を配置するっていうのが大事になります。まあ、これもイメージですけども、こうやってですね、一部の人に集中しないようにうまく平準化して業務を分散化するっていうことが大事になります。で、今日まあここでは出しませんが、過去の災害でもやはり職員が PTSD になったりとかですね、自殺に追い込まれるっていう事例もやっぱりあるので、そこがちゃんと注意して人の配置っていうのを考えないといけないです。で、 ICS の5つの機能を復習すると、コマンダーがいて、現場指揮官がいて、オペレーション実行部がいて、ロジ広報支援がいて、計画情報がいて、財務総務っていう、まあ、こう5つの機能があるわけです。その時にこの体制で見た時に、まあ私は最大のポイントはこの広報支援だと思っています。今回コロナの感染症のいろんな対応がいろいろ追加で求められた時に、広報支援部隊がどれだけ衛生用品をいろいろ用意できるのか、でそれをちゃんと現場に届ける、隣にいる実行部隊にそれを用意して供給してあげる、そこの後方支援がどれだけ充実しているのかによって、今回の災害対応がうまくいくかどうかが、左右されると思います。あと同時にですね、先ほど情報のことを申し上げましたが、情報をいろいろ分散している、避難者が分散している中で、どういうふうに情報を全体的に集めて管理をして共有するのかっていう、ここも大事になってきます。なので広報支援と情報っていうのをきちっと専門職員というか担当職員を置くっていうのが大事になってくると思います。業務が多様化して、危機対応の特徴であるように業務が、負荷がかかります。その時に CSCA の考え方で S、 このセーフティー安全管理、職員の安全管理、ちゃんと休ませる、休養を取る、補給するっていうのが、これが大事になってきます。
はい、それでは以上、5つ災害対策本部を運営するためのポイントをご説明しました。結構素早くクイックにこうご説明しましたが、まあ、ポイントはですね、つかめたかなと、キーワードは拾っていただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。